親の会社を辞め出版社丸川書店に転職した俺小野寺律はエメラルド編集部に配属された。最近では雑誌の進行係を任されている。多分雑誌を作る流れを覚えさせるために高野さんは俺にこの役を任せたと思うんだけど、今日が原稿締め切りだと言ってやると思うんですが、肝心の原稿が集まらなくてどうするんですか。あんなに締め切り厳守って言ったのに、いじめか。これは俺に対するいじめなのか。どうしよう、印刷所と約束してるのに。ああ、胃が痛い。つうかさ、やる気満々なのは結構だが、印刷所がこの日程で締め切り設定してくるのがおかしいととっとと気づけ。え？どうせ印刷所が出した締め切りを鵜呑みにしてホイホイ OK したんだろう。要するにお前、印刷所から舐められてんだよ。編集の仕事は 94%、 原稿を手放さない作家をいかにダマくらかして取り上げてギリギリのギリギリまで印刷所を待たせて原稿をねじ込むことだろうが。編集の仕事ってそんなんだっけ。最新刊 CLDX 世界一初恋小野寺律の場合第6巻がなんと限定版&通常版合わせて初版25万部突破。ますます話題沸騰中の中村春菊原作世界一初恋のテレビアニメ第2期シリーズが放送決定。出版社を舞台に繰り広げるちょこっとリアルな出版業界ラブがパワーアップして2011年10月7日よりテレタマ他にて放送開始。